はい、どうもこんにちは、映像制作のゆうもです。今日はですね、シネマ 4D を使ってこんな感じのポップな配管のデザインですね、モデリングして作ってみましたので、これを紹介していきたいと思います。それではどうぞ。ではまず配管を作っていきます。ビューを今全面ビューに変えておりまして、ここからスプライン変えていきます。まあ、大体で後で微調整するとは思いますが、ざっくりですね、書いていきます。まあこれ書く前になんとなく全体のシーンのイメージを作ってからですね、まあもちろんそうなんですけど、ある程度構想を練ってから書き始める感じですかね。はい、こんな感じで、ビューを切り替えて見てみるとこんな感じになってます。ポイントツールでコントロール A で全選択しまして、で右クリックで面取りっていうのを選んで、まあ空いたスペースクリックしてもらって横にスライドするとこのように、角のポイントが2つになって角が丸くなります。パラメータで半径も調整することができます。はい、まあざっくり調整してもらってな感じですかね。では実際立体にしていきます。スプラインから円形出してきまして、円形のサイズを50センチぐらいに1回して、ちょっと大きいかな、40ぐらいにして、スイープでスイープ出してきて、円形スプラインをスイープの子に入れます。そうするとこんな感じ、まあ大きいですね。円形を30ぐらいにします。25ぐらいにしますぐらいですかね。こんな感じ。ここから角を立体的にしていきたいんですけど、ちょっと今分割数が多いのである程度減らします。この円形スプラインの分割角度を少し上げていきます。まあここ上げていくと分割数が減っていくので、まあざっくり20ぐらい上げてもらって、このスプラインの方の分割角度も上げていき、ちょっとこの分割数を減らしていきます。はい、こんな感じですかね。まあ名前変えておいて配管にしておきます。まあバックアップ取っといてもらって、でこちらの配管を編集可能にするを選んでもらって、ポリゴンごとに選択できるようにしてもらって、下にあるこのキャップ2つも必要ないので消してしまいます。はい、今角を立体的にしたいんですけど、今ちょっと斜めに端っこが切れてるので、ここにまっすぐのラインを2つ入れていきたいと思います。で、K を押してもらって、でラインカットツール出してきてもらって、このカットエッジ接続チェックマーク入れておいてください。あと可視エレメントのみにチェックが入っている場合、この見えてる部分だけしか切れないので、ちゃんと裏の部分も切りたいので、ここのチェックを外しておいてください。この状態でクリックをしてもらってまっすぐ切ります。はい、で離してもらうとこのように切れております。で同じようにここもラインカット出してもらってまっすぐ切ります。はい、そうするとこんな感じで切れます。ちょっと微妙に位置を調整したい場合は、UL でループ選択選んでもらって、 H をループで選択し、 MO のスライドでこの位置を調整することもできます。はい、UL ループ選択 H 選んで、MO スライドで位置を調整します。でこれを同じように、ま、やっていくんですが、やった後にですね、ここを立体的にしていきます。 UL でループ選択選んでもらって、ぐるっと一周角の部分選択してもらって、MT で押し出し、
空いたスペースクリックして横にスライドすると立体的に調整することができます。はい、こんな感じですかね。ここから早送りでちょっと他の部分の作業をしていきます。はい、こんな感じで配管が出来上がりました。じゃあ続いての作業に入っていきたいと思います。次ここに球体を置きたいのと、ここに、三角形の、まあ、円錐ですねの、物体を作りたいと思います。まず球体ですね。球体は単純にここから出してきまして、この上に設置します。でこの下は穴を開けたいので、編集可能にするを押してもらって、UL でループ選択選んでもらって、デリート。で、下が開きました。この球体と配管を、合体させたいので、ブリッジという機能を使いまして、右クリックブリッジで、ここからこのように、ドラッグ&ドロップでこう連結していきます。はい、これで連結されました。でサブディビジョンサーフェスを球体の方に入れます。そうするとかなり滑らかになります。チューブを出してきまして、ビューを変えましょう。細めにしたいので、80センチぐらい、外側の半径80の内側50でチューブ細くして、スケールもかなりちっちゃくして、ここにかぶせます。で高さも、10センチぐらい細くして、こんな感じでちょっとつなぎ目を、はい、こういう感じで隠します。内側の半径を少しちっちゃくして間を埋めていきます。後ろちょっと平面を入れていまして、こんな感じでピンクのマテリアルを入れて、レンダービューで今見ると一旦こんな感じになってます。パイプにも透明のマテリアルを入れてまして、配管選んでもらって具体的なところを選択していきます。はい、角を選びました。ではマテリアル、青のこのマテリアルをドラッグ&ドロップしまして、一回レンダービュー見てみると、はい、こんな感じですね。角だけ青のマテリアルが入ってます。接続部分、このチューブはゴールド系のマテリアルを入れまして、一旦球体は黄色のマテリアルを入れます。一旦こんな感じですかね。はい、ライト入ってないので今消してる状態なので、入れると立体感出ると思うんですけど、はい、こんな感じですかね。では次、ここに円錐を作ります。理科の実験で出てくるようなあの三角形の円錐、なんて言うんでしたっけ、ちょっと忘れましたけど、まあなんかイメージとしては 3D のこういうポップで可愛らしいアイソメトリックなデザインみたいな
やつをピンタレストでいろいろ調べて、なんとなくイメージを自分の中で固めて、そっから作り始めてるような感じですね。まあ、なんかこういうのを作るときは結構先にこうレイアウトとか決めてしまって、絵とか描ける人は絵で描いて、こうデザインある程度決めてから作り出す方がいいのかなと思います。では円形のスプラインに出してきまして、ちょっとビューを変えて、横から見ます。90度回転させまして、サイズは後で微調整しますが、コントロールをしながら、クリックして下にスライドさせるともう一個複製できるので、これで複製していきます。でスケールを少し、下げて小さくして、もう一つ同じように出してきまして、さあまたスケールでちっちゃくして、さあ、 あとはこれをロフトですね、ロフトで、おっと、はい、ちょっと順番おかしかったんで整えまして、これ見てみると、はい、こんな感じでできてますね。で、ちょっとサイズを調整していきます。スケールで、微調整して、一番下のものは少し上に上げて逆に内側にへこます感じ、下から3番目の円形がちょっとでかいかなと思うので、これをキュッと絞っていって微調整します。形はこれで大方 OK ですね。で、ちょっと白色のマテリアルを当てておきます。こんな感じですね。もうちょっと形微調整します。こういった感じですかね。で、またこの先ほど作ったチューブを取り出して、ここに2つぐらい。もうちょっとチューブのサイズを、では次ここにボックスを作りたいと思います。四角、立方体出していきまして、オブジェクトモードを変えてスケールサイズ調整していきます。で立方体のフィレット入れまして、角を丸めて、丸めすぎなんで20センチぐらいにして、マテリアルはこいつですね、これを入れます。はい、ではここに配管をつないでいきます。もうちょっと大きいかな、もうちょっと。ではまた、ビューを変えましてスプライン変えていきます。同じように作っていきます。はい、というわけでバーッと作っていきましたが、今でこの状態でレンダービュー見ると、はい、こんな感じのデザインになっております。まあ、もう少しオブジェクトをいろいろ追加してデザインを詰めていきたいと思います。では続き作っていきたいと思います。ちょっとオブジェクトが増えてきたので、ざっと整理しました。グループ化してオブジェクトはこの配管とか、左下のビーカーとか、球体とか、まとめました。ライトはライト、
背景バックアップは配管の、まあ、オブジェクトを一体化する前の状態って感じですね。あとカメラ、まあ、オブジェクトとかもろもろ素材がこう増えてくるとこの階層がややこしくなってくるので整理していくといいと思います。まあ、選んでもらって Alt G でグループ化できるのでそれでグループ化して作っていくと整理して作っていくと、まあ、分かりやすいと思います。ここにちょっと看板をぶら下げたいなと思ってまして、チューブから取り出しまして、まあどの辺でしょうか、大体この辺りですかね。でちょっと90度曲げて90、はい。で、ここにこうはめる感じですね。内側の半径がちっちゃすぎると思うのでちょっとビュー変えます。一回ビュー変えて横から見てこの辺りですかね、はい。で内側の半径をもうちょっと上げまして、上げすぎました、23とかにして、はい、合わせまして、一回オブジェクト一体化して、面選んでもらって MW で面内に押し出し内側に入れて、こっから、MT で押し出し、はい、こんな感じで押し出しまして、ちょっと角を丸めたいのでエッジを選んでもらって、MS でベベル、まあ、ちょっとベベルで角をつけて感じですかね。これをモグラフのクローナーで3つ複製します。モグラフクローナー、はい。でクローナーどっか行ったので、はい、戻してきて、また位置ちょっと調整します。座標を90度に回転で、クローナーの位置を、まあ、100ぐらい、いやもうちょっとかな、いやもうちょっと150ぐらい広げて、クローナーをもう少しずらします。細かい位置は後で微調するとして、くらいですかね。ちょっとビュー変えます。うん、なもんですね。でこの下に看板をつけたいと思ってまして、一回レンダービュー今の状態見ましょう。もうちょっと左に寄せましょう。では看板作っていきます。立方体出してきまして、まあ、このままオブジェクト一体化、ちょっとバックアップだけ取っておいて、はい、表示にしてオブジェクト一体化しまして、面ツール選んで MW で面内に押し出し、 MT で押し出し、で角ちょっとベベル入れたいのでエッジ選択ツールでMS ベベルでエッジ選択して1シフトして4箇所です、ね、2、3、逆サイドも4、はい、シフトしながら4つ選んでベベルでちょっと立体的に角を削ります。さらにこれ面内に押し出して MW で面内に押し出して MT でまた押し出し、ループ選択で、面を選んで、はい、ここにどうしよう、一回ちょっと木の感じのマテリアルとかどうかなと思ってまして、
入りました。ここはマットな白がいいのかなと思ってまして、複製レッドシフトマテリアル一回当て込んでおいて、ペーパーあの白、まあ、マテリアルいい感じかな。だから白の部分が若干暗い感じするのでライティングの問題かなと思うんですけど、であとはこの看板のところに、文字を入れたくて、モーグラフからモーテキスト、これ最近判明したんですがコメントを来てまして、 S24 今最新のシネマ 4D ではこのモーテキストがないみたいで、これないんですかっていう質問が来てたんですけど、Twitter でそれつぶやいたら、それを見て反応してもらったのかどうかわかんないですけど、数時間後ぐらいに、マクソンさんの公式の Twitter からまあ、モーテキストを廃止されて、このオブジェクトの中にテキストっていうものができてる、できてて、それがモーテキストと同じものですっていう回答が来てましたんで、まあ、最新バージョン使ってる方はそこからテキスト出してきてください。はい、では、まあ、社名打ち込みまして、フォント選んで、なんかフォントって結構めっちゃ迷いますよね。何がいいんやろっていう、なんかすごいセンス試されるというかなんか僕はそんなセンスがある方じゃないので結構いつも迷っちゃうんですけど、どれでもいっちゃいいんですけど、良くないっちゃ良くないというか、まあ良くはないんですけどまあ迷うっすよね。こんなんとかでもありなんかな。はい、ねえ、ちょっとサイズ調整します。0.5、 いやもっとちっちゃくですね。 0.3 0.3 0.3 はい、 0.25 木のマテリアルにしてみて、まあ看板としてグループ化しまして、オブジェクトの中に入れておきます。はい、これで一回レンダービュー見てみます。うん、こんな感じですかね。エリアライトもう一灯ぐらい入れてみます。ああ。うん、ああ、いい感じの明るさですかね。ちょっと強すぎるかって感じなので、パラメータをやや調整しつつ。では、ちょっともうちょっとだけモデリングしたいと思います。あとはなんかこう、この辺りとかにバネみたいなのを入れると可愛いのかなと思うので、ちょっとそれを作っていきたいと思います。円のスプライン、円形スプライン出してきまして、ライトがあると見にくいので一回切ります。はい、円形出して、これ、注射ちっちゃいですね。30、90度回転して、ビューを変えてみて、で、半径40ぐらいにして、いや35ぐらいにして、はい、一回ビュー戻します。はい、でコントロールを押して複製して45、ちょっと大きめのやつを作って、はい、モーグラフクローナーで円形2つをここに入れます。でクローナーでY 軸0にして、Z 軸方向に30センチぐらい、ごめんなさい。もう一回位置調整します。とりあえずクローナー回転して、ビューを変えて、位置を合わせて、はい、これを、ロフト使います。ロフト出してきて、クローナーをロフトの方に入れます。そしてクローナーを複製していくと前にこうボヨボヨボヨって出ます。で、ちょっと幅がやっぱり広かったと思うので、10センチ、15センチぐらいにして、カメラ一回見ます。
で、まあ、この辺ですかね。真ん中、穴開けときたいので、フィレット、フィレットで穴開けます。ちょっと円形大きかったので、大きい方を40、小さい方を30。黄色と白混ぜた色。このマテリアル、ちょっと可愛いので、まあ、これもグレスケから、ピセット使ってます。これにしましょうか。で、縁をチューブ入れておきましょう。まあ、こんな感じですかね。はい、というわけで今日の動画は以上になります。まあ、こんな感じで、3D のね、ポップな可愛いデザイン、結構僕好きだったりするんですけど、まあ、例えばアイソメトリックの 3D デザインみたいなんで、まあ、ピンタレストとかで調べれば、すごく可愛らしい、もっとクオリティの高いですね、可愛らしいものがいっぱい出てきますので、まだまだ僕は大したもの作れませんが、まあ、どんどんスキルアップして、もっと、クオリティの高いものを作って、これを解説していけたらいいなと思っておりますので、よかったら、チャンネル登録して他の動画も見てみてください。うちの会社ですね、各種 SNS やっております。 Facebook ページあります、 Twitter あります、 Instagram あります。そちらの方でも、いろいろ上げたりしておりますので、よかったら見てみてください。ウェブサイトの方もありまして、そちらにたまにブログとかも書いておりますし、まあ、仕事の実績も上げれるものは上げたりしておりますので、普段こいつら何やっとんねんっていうところを、まあ、見てもらえたらなと思っておりますんで、興味ある方はそちらもチェックしてみてください。はい、というわけでまた、いろいろ作っていきたいと思っております。これからもよろしくお願いします。今日はこれで終わります。ありがとうございました。